チャー、あっちゃんです。今日は6月25日土曜日、あっちゃんの、おやつタイムです。今ねちょうど3時、3時になったらおやつタイムですっていうことでね、ミミさんから送ってくれた九州醤油味のポテチ食べたいと思います。奈良にいたらね手に入らへんのよ。嬉しいわ。地方の味、地域に根ざした定番の味、おなじみ甘口醤油の味わいをポテトチップスにしました。コク深い鶏だしが引き出す醤油の豊かな香りと旨味をお楽しみください。九州定番って書いてある。九州定番です。いいな。では早速食べてみたいと思います。嬉しい L サイズです。はい。では食べたいと思います。なかなかね、奈良かっぱえびせんは売っててんけど、ポテチがね美味しいって聞いててんけど、なかなか手に入って、送ってくれて嬉しい。ありがとうね、みーちゃん。匂いはね普通のポテチ、色がちょっとね、ちょっと茶色ちょっと赤い、赤みが多いかなって感じして、こんな感じ。お、ピントが来ない。こんな感じです。ではいただきたいと思います。今日はね、光がここで寝転んでて、その横で亮がマリオオリンピックやってて、光子であの牧場物語やってるんだけど、いつもやったら手出すの出さへんから食べてます。あ、美味しい。これが九州の甘口醤油味なんや。香ばしいし、醤油の風味がすごい美味しいね。うまい。匂いがうまい。美味しい。持っていかれた。俺のとか言って持っていかれたよ。あかん。あっちゃんのほら。醤油の味がすごい香ばしい。醤油味のポテチってあんまり食べへんからね。この前、昨日かな、関東昨日とついか、関東だし醤油食べたの、なんか東京のうどんみたいな味やったけど、ほんのり甘いけど香ばしい醤油の味、すごい美味しい。九州の方の醤油ってこんな感じなの。みんな美味しいな。いったん結構お寿司とかも甘だれてかけるタイプだから、甘口醤油が好きなんよやっぱり。関西はね、醤油は普通。うどんとか、煮物とかは砂糖たっぷり入れて、あっちゃんはずっとね、奈良生まれ奈良育ちやから分からへんかったけど、みきちゃんが嫁いできた時、関西の煮物はお菓子ぐらい甘いぐらい砂糖入れるからね、関西は。東北とかは結構しょっぱいめみたいで、あ、今の味濃かった。あんまり美味しい。どう、なんかめっちゃパリパリ食べて何も喋らない。なんかこんなペースで。光くん、今日の光くんポイントは、光くんポイントは言えへんぐらい食べてる。なんてキツネ、何それ。もうそれ違うわ。何よそれ、何それ、何それ、8点、え、80、80、って何よ。これ、ね、寝転んでるから映りたくないからこっそり隠れてんねん。83点。高得点。おいしい、おいしい。もう、もう
ほとんど食べられてる。あゆか。おいしいな。うん、ありがとうございます。で、今だから片揚げも頑張りたいと思います。うん、めっちゃおいしい。初めてこれ食べた。うん。やっぱりね、うん、定番とかも美味しいけど、やっぱりね、地方の味ってやっぱいろんな地方ごと味違うし美味しい。旅行行ったらやっぱりね、ついつい買っちゃうんだけどね。うん、やっぱりいいな。かっぱえびせんなんで九州味やったのにポテチを売ってくれへんねやろ。カルビーさん、ぜひ関西でも全国のポテチを売ってください。よろしく。はい、ということで、今日のあっちゃんちの、お昼3時のおやつは、ミミさんからいただいた、カルビポテトチップス、九州醤油味でした。めっちゃ美味しかった。ありがとうね、ミミさん。はい、ということで、もうちょっとある。ということで、今日のアクセルのやつ、この辺で終わりたいと思います。今、3時ちょい過ぎやから、うん、また次のおやつに続くかもです。はい、では、またね。バイバーイ。